死について意識しだしたのはいつですかってなって。あれかな、我々がもうすでに死について意識してると思ってるという前提での すごい設定で喋ってるこいつ。なんかたまにとんでもなくなんかアクロバティックなのありますよね。笑っちゃってる。しかも無視できないそれが我々のなんか死なんだろう。死について意識しだすないつです。あんの？いやどうだろう。日々生き残りたいと思ってるけどね。確かに。それはみんなそうじゃない。なんて？死にたくないから。死にたくないから生きている。なんかバカにすんなお前。ぶつばすお前。それは本当にそれは僕のチャンネルでやってると忘れんのお前。消せるんやからな。なんだと？あやばい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 、小人氏の一人。ああやばい、強くなった。あいけない、あいけない。そっちかい。そっちか、しかも。なんで防御力下げたんやそれ。なんでだ。本当だ。なんで夏服にしたん。あ、しかも髪型整えてくれた。素晴らしい。そうか、元気でいたいね。うん、死にたくないから。死にたくはないっちゃ死にたくないですけど。死にたくないから。死にたくは言わねえぞ。お前この振りで言わねえぞ。言えよ。ダメだった。バカにしてんだろ。前回に引き続きよ。やるさの夢のオリジナル曲の曲でタイトルバカにしたら面白いながらやめろ。怯えちゃうわ。確かに。それちょっとあれだからの。私もちょっとそう。意地やめてってなるから。確かに。ハヤトで言ったらウィズナニーって言われてるやつよ。やめて。ウィズナニー。勘弁してください。魂に開けるの何っつって言うから。すいませんでしたってなる。